皆さんこんにちは。インスパイアのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、3月の13日に、新潟県の南魚沼市であります、雪国青年会議所さんの方で、みんなの SNS 入門というですね、テーマで講演を行うんですが、ちょっとそちらの方で見ていただきたいものがあります。こちらご覧ください。はい、これは冒頭にですね、お話することなんですけど、ソーシャルメディアで聞きたいこと、知りたいこと、チェックリストというものを作っていました。で、右側にページ数が書いてますので、このページ数で実際にこのことについて解説をしているわけなんですが、ちょっとですね、順番に見ていきたいと思います。まず SNS って何ぞやっていう話を最初にするんですが、そのソーシャルメディアの、全般的なみんながよく聞く質問ということで挙げてみたんですが、アカウント乗っ取りを防ぐにはどうすればいいですかということで、こういうことについて、自分が初めてね、ソーシャルメディア始めたんだけど、特にね、LINE なんかもそうですよね、アカウント乗っ取りみたいな話がよくニュースとかで出ますよね。で、これを防ぐにはどうしたらいいんですかということについて、お話をしたいなと思っています。そして二つ目なんですが、なりすまし事件とかありますけど、なぜ起こるのですかということで、これもね、芸能人の方が、なりすまされたみたいな事件があるんです。これなりすまし事件とアカウント乗っ取りって一見ね、同じような気がしますよね。要するに、アカウントを乗っ取られて、なりすまされたっていう例と、アカウントを乗っ取られたんではなくて、また、本人が、例えば、ソーシャルメディアをやっていないのに、なりすましで誰かが始めたことによって、ファンの方がですね、その、なりすましって気づかないで、実際にやってしまう。こういうことがなぜ起こるんでしょうか、ということが二つ目です。そして、三つ目ですね。個人情報の漏洩やプライバシー侵害を守るには、ということで、これも本当に多い質問じゃないかなと思うんですけど、特に今回は、その、社会人の方、ビジネスをやってる方だけではなくて、高校生だったり、学生さんだったり、もしくは、保護者の方々にも、参加いただきたいなと思ってますので、自分が使わないにしても、自分の子供に使ってもらう、が使うときに、親として知っておくべきこととか、アドバイスできることっていうことでもお話ししたいなと思っています。これが全般の話ですね。で、まず Facebook、Facebook の質問でこんなのがありますよってことで挙げてみたんですが、実名と顔出し、これが必須だっていうことは、なんとなく Facebook ってこういうもんだってことで伝わってると思うんですけど、これが必須なので、個人情報が心配なんですけど、と、これが心配だから Facebook 面白いなと思うんですけど、始められないんですっていう人に対して、じゃあ、これどういうふうに考えたらいいのかっていうことについてお聞きした、お話ししたいと思います。これ聞きたいことじゃないかなと思いますね。そして2番目、Facebook の2番目ですが、特に女性が使う上で気をつけるべきことありますかということで、当然ですね、女性で実名の顔出しでするわけなので、その個人情報を心配して、それがクリアになったとしても、それでもね、気をつけるべきことって何かありますかということで、これも話したいなと思います。そして3番目、Facebook でログインするゲームやアプリが危ない理由はということで、実は Facebook っていうのは、これTwitter でもそうなんですけど、Facebook のアカウントでゲームができたりとかする、いわゆるソーシャルゲームっていう機能がね、LINE でもありますね、あるんですけど、なぜこれが危険なのか。で、この、ゲームやアプリが危ない理由はということで、なぜ私は Facebook のとこでこれを取り上げたか。Twitter、LINE ではなくて、なぜ Facebook で取り上げたかっていうことも結構ポイントになります。そして続いて、ツイッターの方に行きたいと思いますが、ツイッターの一つ目、モラルのない投稿、いわゆるバカッターが、バレて炎上するのはなぜですかということですね。これ毎回このようなことが話題になるんですけど、本人たちは、悪気がなかったりとか、自分たちはそんなに有名な人でないのに、なぜこれが大ごとになって事件になってしまうのか。
ということについてお話ししたいと思います。2番目、ネガティブな攻撃があった場合、どう対処すればいいですかということで、まあ、ツイッターっていうのは匿名のソーシャルメディアなので、当然、ツイッターやっててですね、攻撃を受けたりですね、その批判されたりとか、することが必ずあります。その時に、どういうような対処したらいいかということについてですね、お話ししたいなと思います。そして、よくデマが流れてくるのですが、本当かどうか見分ける方法ありますかということで、これも結局、ツイッターっていうものからデマがね、拡散するケースが、他の Facebook や LINE とかよりも圧倒的に多いんですね。で、なぜ Twitter なのか、で、そのデマかどうか見分けどうしたらいいのかということについてもお話したいなと思います。そして、知らない人にフォローされたらフォローを返すべきか、これも非常に多い質問なんですが、いわゆるリアルの人間関係のね、ことと、Twitter での人間関係、どういうふうに考えるかということなんですが、これ別に、正解はないんですね。別にこうしなきゃいけないってことはないんですけど、まあ、ソーシャルメディアについて、ちょっと疑心暗鬼というか、心配に思っている方が使うにはどうしたらいいかってことについてですね、お話ししたいなと思います。はい、続いて、YouTube 編の方に行きたいと思いますが、YouTube 編の方、こんな質問、聞きたいこと。将来、なりたい職業で上位の YouTuber とはということで、今ね、小さい、小学生ぐらいの子に聞くと、将来なりたい職業の YouTuber と答える人が、多いというふうに聞きました。で、この YouTuber って何って、YouTuber ってなんでっていうことについてですね、お話ししたいと思います。続いての質問もちょっと似通ってますけど、で、爪楊枝事件のように、YouTube で稼ぐことのリスクって何と。実は、爪楊枝事件というのが去年の1月に起きましたが、このようなことが問題になるのはどういう背景があるのか、もしくは YouTuber ってなぜ稼げるのか、こういうことについて、お話をしたいなと思います。そして3番目ですね。YouTube でよくある問題として、これですね、著作権に違反したアップロードをするとどうなりますかということで、当然、著作権に違反したって書いてるから、この時点でもうダメなわけですけど、法律違反なわけですが、仮に、アップロードすると、その後どのようなね、ことが起きますかということね。だからもちろん気をつけてあげないようにしましょうねっていうことなんですが、ただね、頭ごなしにね、ダメだよっていうんではなくて、あげるとどうなるかということについて、お話ししたいなと思います。そして、YouTube の最後ですが、著作権違反と知りながら動画をダウンロードで罰せられますかと。当然ね、見るということではなくて、ダウンロードするっていうことに対してね、もしやってしまったら、どのようなことが起きるのかということについてもお話ししたいなと思います。これが YouTube 編ですね。そして、続いては LINE 編ということで、よくね、聞かれる質問ということを入れていましたが、友達かもが表示されたり、自動で友達追加されてしまうんだけど、これはなぜ起きるのっていうことについてお話ししたいなと思います。そして、2番目ですね。アドレス帳と同期する長所と短所を教えてもらえますかっていうことで、まあこれ実は15の質問と16の質問はちょっとリンクしてるんですけど、アドレス帳の同期問題についてですね、考えてみたいなと思います。そして次に多い質問かなと思うのが、既読をつけないでメッセージを読むことはできますか？もしくは既読っていうことに関しての、皆さんが不安に思っていることに関してお話ししたいなと思っています。そして、続いてはこちらですね。LINE いじめが問題になっていますが、原因は何ですか？っていうことについてお話ししたいなと思っています。これも特に高校生とか、まあ、中学生などですね、低学年とかですね、10代の方の、LINE の使い方の中で結構この問題っていうのが大きいみたいなので、これのお話もしたいと思いますし、まあ、今回もこれ一応レジュメとして作ってしまったんですけど、まあ、追加するとすれば、まあ、ベッキーの問題ですね。なぜね、そのような情報が漏れてしまうということが起きるのか、ということについても、お話しできればなと思っています。そして、19番目なんですけど、今度はインスタグラムに行きたいと思うんですが、なぜ
若者、特に10代、20代の女性を中心にインスタグラムが流行っているのかということについてお話ししたいと思います。もちろん、今インスタグラムは10代、20代の女性だけではなくて、30代、40代とかね、の方々にも人気になってきてるんですけど、女性だけでなく男性の方にも人気になってるんですが、特にね、若い女性の間で流行っている理由ということについてお話ししたいなと思います。そして、何気なく投稿しただけで自宅がバレるのはなぜですかということで、結構びっくりするような質問になっていると思うんですが、このことについてもお答えしたいと思います。ということで、20個チェックリストを作ってみたんですが、皆さんの中でここにチェックね、いくつついたでしょうかということで、左側にチェックつける欄を用意してみたんですけど、このチェックが10個以上見つかった方は、ぜひね、もうこれは絶対ぐらいですね、参加いただきたいなと思う内容です。ちなみに後で紹介しますけど、無料ですからね。ちなみに5個以上見つかったって方も、これはぜひね、参加して勉強する価値あるんじゃないかなと思っています。ではですね、ちょっと細かいことを発表していきたいと思いますが、こちら一般社団法人雪国青年会議所さんの今 Facebook ページの投稿を見てもらっているんですが、ちょうど1週間ぐらい前ですね、10日かなに発表が、投稿がありました。そちらをちょっと埋め込んでみたんですけど、まあ、こちらからもですね、詳しくは詳細ページ見ることができるようになってますので、まあ、ご覧いただければと思うんですが、で、頑張りました。今回 YouTube をね、少し、実際に、投稿しましょうみたいなことをするので、こんな形ですね、雪国青年会議所さんのメンバーで、動画でですね、反則っていうのをやってらっしゃいます。素晴らしいですね。こちらのところにですね、3月13日の日曜日、13時半から16時55分、で13時から受付開始です。で、この間、途中にですね、もちろん休憩はありますが、途中に実際に投稿してみましょうみたいな、コーナー、今回ね、実際に試してみましょうみたいなコーナーを用意しましたので、よかったらいらっしゃってください。場所はですね、サンライズ南魚沼さんの方で行います。住所、もしくはリンクも貼っときましたので、地図などを参考に来ていただきたいなと思うんですが、今回ですね、チラシもいいのを作っていただきました。こんな感じですね。みんなのソーシャルネットワーキングサービス入門ということで、トラブルに遭わないために、安全に楽しむために SNS に潜んでいるリスクを学ぼうと。ということでお話をいたします。もちろんね、リスクだけ話したんでは、なんかね、だんだんね、怖くなっていって、やめようかな、みたいになってしまったんでは、元も子もないし、もったいない話なので、もちろん、このリスクを分かった上で、このソーシャルネットワーキングサービスの、面白さ、楽しさっていうのを伝えられればなと思っています。はい、ということで、3月13日、さっきお話したように、サンライズ南魚沼の、2階の多目的ホールっていうところで行います。今回は参加料は無料になっています。先着50名ということで、募集していますので、ぜひいらっしゃってください。で、内容なんですが、まあ、ここにちょっと簡単に書いてますけど、まあ、ソーシャルメディアの活用術、投稿する上でのリスクとマナー、Facebook、LINE、Twitter、YouTube などのいいところ、悪いところ、実際に動画を撮影して、動画を Facebook、YouTube にアップしてみよう、みたいなものになっています。そして2ページ目の方にですね、公式プロフィールということで入っているんですが、もしよろしかったらですね、ここに LINE アットに友達登録するって QR コードをつけてくださったので、QR コードを読んでですね、友達リクエストしたければありがたいなと思います。こちらですね、ちょっと一応試しておきましょうか。大丈夫かな？はい、大丈夫ですね。はい、友達登録ボタンありますので、よかったら登録しておいてください。で、この途中ですね、13時半から始まりまして、途中ちょうど真ん中ぐらいだと思いますけど、少し実演タイムみたいなのを設けたいと思ってますので、よろしければ、スマホを持っていただきたいなと思います。で、もし時間がある方は、YouTube のアプリをダウンロードしインストールしてきていただければありがたいかなと思っています。
はい、ということで、3月13日、雪国青年会議さんの方の主催のセミナー、ぜひいらっしゃってください。インスパネットでした。ありがとうございました。バイバイ。